の3章の17節17節から21節ここはちょっと読んでみようかな。ちょっと読みますね。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家を見張り人とした。あなたは私の口からの言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者にあなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼らに警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の死の責任をあなたに問う。でんでんって書いて、僕たちは罪の、ね、解決をイエス・キリストによって解決したんであれば、悪い人たちに向かってあなたのその行いは間違ってるよっていうことも言わなかったらあなたの責任だって言うんですよ。それを助長したり認めてるのは良くないって聖書もちゃんと言ってるんですよ。まあその他にねいっぱいあるんです。ここねしつこくねあのエデュケーションにもね書いてあって、18章の21節から23節もそうですし、18章の27から32もそう、私が救われた33章の11節は私が作られた聖句ですよね。私は悪人が死ぬのを喜ばない、かえってその悪人がその罪を悔い改めて生きることを喜ぶんだ。だからどんな罪人でも生き返ることができます。でもその後に続く、聖句っていうのは同じように、あなたは語らなければならないって書いてある。私たち神様を伝えて、伝えなかったら、言わなかったらあなたの責任って書いてあるんですよ。僕たちがイエス・キリストを伝えることで、それを聞いて、その人が信じなかったら、聞いた人の責任だっていう。私は、だから私たちは話さなかったら、それは罪なんですよ。だから、いろんなところで、至るところで、まあいろんなね、その言い方もありますよ。伝道は口じゃないって言ってもいいでしょ。伴奏だから。ね。分かんないなら分かんない人に分かんないんですね、いいですよ別にそれ僕たち友達じゃないですかって、まずそこから始まるんじゃないですか。なぜこの人はこんなに優しいんだろう、なぜこの人はこんなにキャパが広いんだろうっていうのは、僕の中にそのキリストを見てほしい、また行き着いてるから別にそれは無理なくできてるってことですよね。そうでしょ。嫌いな人だって寄せなきゃいいんだよ、こうやって前は昔は、近寄るなっていうオーラ出せばいいわみたいな話でしょ。でも来る人っていうのは、僕の信仰は神様がよこした人として愛と愛するから、その人に礼を僕は礼を失せたら、私は神に対して礼をね怠ってるっていうふうに、私はそういう信仰ですから、どんな人でも、一度は絶対信用するし、チャンスもあげるし、そうにしてますよ。目に見える兄弟を愛せないで、なんで目に見えない神が愛せるんですかって聖書に書いてあるじゃないですか。まず目に見える人間に対して私たちは恩を返していくとかですね、礼儀に生きていくっていうことができなかったら、神様にどうやって礼儀を、目に見えない人をね、神様をどうやってそんな風にできるんですか、私は思うんです。ですから目に見えるところで私たちは神様を見ていく、また私を見る、私自分自身ですよ、皆さん自身が私を見てやっぱキリストを感じてもらえるようにで、皆さんそれは理想ですよね。それに生きていくっていうのは、だからクリスチャンって言うんじゃないですか。だからクリスチャンって言うんですね。クリスチャニティっていうか、なんとかって言うんですよね。イズムと言わないね。クリスチャニティ、ちょっと忘れちゃった。キリストがなければ、私たちは成り立たないっていう人ですよね。もちろん、その、キリストがいなければ成り立たないクリスチャンであるけれども、であるからこそ、私たちは、私たちの、その、
立ち振る舞いからキリストの香りが漂ってくる。先週の旦那優作ではないけど、自分が大きくなって臭いのか、キリストが大きくなってキリストの香りを放つのかということになってくる。ヨシュアという人物は神様からの言葉をしっかりと握って処理した人ですよ。そうでしょ。僕は一言で言ったら神の言葉を握って勝利した人だと思ってるんです。ヨシュア記の最後にね、僕の感想文が書いてあるんです。これ面白いでしょ。俺ね、救われたばかりの時ね、ヨシュアという人間はこう思いますってね、感想文書いてあるんです。今思うと面白いね。5年も6年も7年も前の話をね、こう自分で通読しながら、あ、ヨシュア記初めての時こう思ってんだな。なんでかっていうと、これおそらくね、戦争をする前にヨシュアに神は語りかけるんですよね。いつもあなたの手に渡したから、まだ現実見てないんですよ。向こうのが大軍で、こっちの10倍ぐらいいるような権力があるのに、あなたの手に渡したって書いてあるんですよ。皆さん、それを信じるか信じれないかが信仰でしょ。あなたの手に渡した、この子はきっと良くなる。長い土地付きで、もう本当自分が死ぬ直前かもしれない。しかも死んだ後からもしれない。ね、親孝行しようと思った親なしっていうような、かもしれない。でもきっと良くなるって、そのことが信仰じゃないですか。手に渡した、あなたの手に渡したってことは、あなたはもうすでに勝利したってことを、ヨシアは信じたんですよ。それで勝利した人。そして、そのヨシアが戦いに行くっていう前は必ず徹底的に神に従った人ですよ。ということは徹底的に罪を解決した人ですよ。この今のアカンの場面もそうですよね。冷徹なものがあるだろうお前ら、私たちには成立しなきゃいけないものなんだろう、私たちには解決しなきゃいけない罪という問題があるだろう、それを解決してから戦いに出よう。徹底的に神に、罪に対して、徹底した態度を取ったんですよ。罪に対して態度を取ったんですよ。ダメっていうものはダメ、ノーという態度を彼は取り続けた。それで勝利していったんじゃないですか。